地方、スポーツくじドイツ2対0に基本予想が冴えた、わら。0-2 で日本がドイツに敗れる。23日に行われるサッカー、ワールドカップ、ダブルハイ、カタール大会の日本代表の初戦について、そんな予想が冴えたとなっていることが、スポーツくじ、ウィンネア、の購入状況から明らかになった。発表によると、21日午後6時時点の集計でドイツ戦派購入者の 53% が日本の敗戦を予想。一方、日本が勝つとの予想派 28%。しゃあない、2対0で済むか？ザネがいないから勝てるぞ。日本舐めすぎやろ。ツイッター見ると日本が勝つって意見多いけどな。日本にはレアルマドリークボがいるんやが？何振りでもひいきのチームの負けにかけてみるのって楽しくなくない？これは危険なスコア。つまり日本勝つは、日本、2対0、ベルギー。応援する気持ちと、賭け事は違うよなー。